はい、えー、お疲れ様です。まあ、基本的にマスコミってのは、政権を叩けば数字が取れる、発行部数が上がるっていう法則はありますけれども、どうでしょうかね。もし、国民が最も困ることをやられたら、嫌だなぁと感じるとしたら、それは、お金の自由がないことじゃないですかね。やっぱりね、お金を取り上げることによって、私たちはお金による支配を感じざるを得ないですし、抵抗できなくなってきて、なんか結局ね、 その非国民という言葉は昔ありましたけどもあの昭和20年19年18年あたりですか大東亜戦争が起きてる頃徴兵を断ったりとか政府に批判的な考えとか言動すると「非国民」と呼ばれて例えばねあのお店で物を売ってくれないとか町内会の会合に参加しちゃいけないとかそれから電車の切符を売ってくれないとかね住むところを制限されるとかいろんなことがあったと思うんですよ。 それと同じようなことが今起きてるんじゃないかなと。つまりは、売ってくれないってことはないけども、買うためのお金が行き渡らないとかね。税金で虫取られてるから、私たちは、電車の切符も買えないし、値上がりしたらディズニーランドにも行かないし、それこそ、なんか食べたいなと思っても、買えるものが、ニーキュッパーの弁当に限られてるとかね。いろんなことが起きてるんじゃなかろうかと思います。国民の敵、一体それはどこにいるんでしょうか 昔から言いますよね。敵は内にあり。何なんでしょうかね、これは。